おう。よーし。やっとボメ。やっとボメ。これ神話的禁止とかないっすよね。ないない。やつなぎに。ないっすよ。テルミットと、縦何枚使ってもいいし、テルミットと火花使ってもいいし。どこ行きますか。わからん。どこでもいいこれ。ルーク、俺やりますか。いや、ここは見れてないんですけど。いや、俺、合わせてます。ゲストにオーガを入れてます。いえ。多分今は録画できてると思う。さっき録画一回失敗してた。あ、いまして。カフェ録画。うん、ブロードキャストされてませんってなってますね。多分今もう一回開始したら多分大丈夫。上から吸収してくるんやろうな。ポンって。あ、やべ、俺めっちゃ注意しないといけない。場所見てから打ってくるから。最近そう始まった。それで敵倒してウヒヒヒヒ。あれブルさん黒ひげやめた。オーガはちょっと俺の声が二重で聞こえるかもしれない。やめたやめた。そうだね。さすがにあんな俺の自分の声も二重で聞こえてる。さあ実はヨットの面体は初めてだ。さあカフェテリア。Attacker's objective is to defuse a bomb. さっきに当てる。こうやって見ると狭いな。補給余ってるとこあります？あ、クラック閉めたし、上はジャックチャンス見てる。あと閉めるんやったらここやな。まずは上から見て、これアクラックドローン入れます。あ、アクラにも投与が。まだ開いてないですけど。トリもこっちですね。上からストローンってわかるかな。ラウンジだから。やっぱ上やな。遊撃がいないって判断したらそのまま降りちゃうでしょう。じゃあ俺ちょっとドローン上回します。入った。おっと、もうやってます。さあ。トヨが心入ってる。あ、またトヨミクや。アクラークの上。アクラークの上、了解。アクラークの上。いや、バランスするしかない。さっきの上が。おっと？トヨミ。エコードローンだ。あっ！あっ、ちょっと。当ててよ。いやーまずか。アリア落とす。やられた。さあそれでルー君がキッチンから下へ。おいおい、ブル下にルー君いるぞ。あれ取った。さあ、オモ君目の前だ。目の前3人だ。おお、モン君がいいとこ見てる。おお、オモが止める。さあ、裏から来るトヨがめんどくさい。さあ、ボン君止めるか。来たぞ。削ってる。待って、伏せてる、伏せてる。あー、重くナイスフォロー。この二人やるぞ。さあ頑張れ。あー、僕後ろだ。おー、マジか。あー、重くが落ちた。きつい。あー、よく飛んだ。リロードが入る。ガーッ。ブルさん、今のめっちゃ疑惑なんやけど。いやー、重くんとね、ボン君ナイスファイト。ロードの隙を突かれるときついっすね。心臓バクバク見てる。
ジャックスさんもね、やっぱあのこのパルスのね、軌道がね、カチャっていう瞬間にトイレがちょうど入ってしまったっていう。さあ、オミスさんがキャッスルを選択。つくづくとオミスさんと小川かぶるね、フロスター。じゃあ、ジャックスさん、ディフューズションさんに。心臓がバクバクっすね。さあ、アリアが盾を選択。そう、アリア君もいけるんだよね。さあ、ここでボン君が、火花を選択したが、今ランドボまあ、おそらく予想通りですよ、ね。ああ、カフェですね、これは。カフェ。はい。これ確かに、アクラから攻めるときに、4回カメラ置いときます。トヨが多分引き板要するにテレビ焼きをするときに火花先に打ち込むととってもでかいよ、ね、絶対設置されてからやる。あとはもうブルは修正でフューズ選んだ。ここは意外と上からポンポンできる場所が少ない。それでいくと意外とナシがいい方向に入るかもしれません。さあみんな遠くね、間違った。こちらからオモ君もアリやシオが元気を飛び出していきました。さあ逆方向からジャンプスーと、うん、わー、リスキルやってる。おっとルー早速やってく。ルー上からだな。ドヤ顔で帰還と。さあアリア構える。いますかジャックス。さあジャックスさんが元気よく入っていきました。開けます。いや閉まってない。だってか開けても特に。さあテレミを失ってしまったのは痛い。だここでボン君の火花の価値は一気に上がりましたね。でもまだなんとか上を割ったりとかはできる。ああそうする。さあただ待ち構える切る技と取り、さあ上を取ってますね。さあじりじりと、さあ縦が詰めてるぞ。さあ目視取りますね。下が、これはきついね。クラクルーク、コンコン、了解。モグさん、もしかしてだけどさ、はいはい、専用サーバーでやってる。やってない、やってない。カバスから動かした。じゃあなんで、あー、ドローン、あー、ドローン。俺が、感染主になってるからっていうやつぐらいしか、あ、こっちの階段、あれ置いていってもらえます。他のところは感染者2人で入れる。誰かを押さえてもらえる。だから俺が試合やっててシオンさんとオガが感染で入るとかは可能。開けまーす。なるほどね。ポンポンぐらいしか考えつかない。グレネード危ねえ。さあキッチン側を潰してトリーが上でまずい。あートリーいますよ。スがきっちりとトリーを潰す。さあ4対4、まだわかんないぞ。キッチンが開けてほしいな。さあ、ただここからボン君がどこを開けるかがだいぶね。ただ今、2つ、3つ、3つ開けてるか、3つ開けたか。そうすると、あ、ここ開ける。行きます。よっしゃ。もったいない。マジか。あ、そこ、落としてなかったのか。マジで？人が止める。さあこっちもアリア君がいい感じに食べてますね。これその間にこっちがボンとジャック潰す。いやーこのモンタ使い方うざいな。うざい。褒め言葉です。左ここにこっち豊美君、こっちにルーさん。だが2対2だ。そっちまで行けるかな。さあ連絡は行き渡っているか。俺の目の前に今豊美君いますね。行ってますね、行ってますね。で、俺の右に、ここに時間を持って35秒。あと30秒。いい気持ち。 A でもするか。うわーってか、とーちょっ
よし、鉄線が効いたな。さあ来るぞ、家がも来るぞ、家がも来るぞ。ライダーパンチ、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 左フック。そうやな、2人来たな。いやー、やっぱもう女一人になるときついよな。あー、今のはね、でもすげえいい動きだった、モンタとして。いやー、ルーク殺せるタイミングがあったな。先頭にいるのもそうだけど、裏でヘイト集められるのも非常に厄介だよね。そう、さっしまったキッチンエンジン制御。存在感つわな。次どこした。できない存在だし。あ、誰か家がやります。いや、俺どっかのマホッパーって人をガンガン人殺すけど。あ、お願いします。相手助け方も非常にまたいいですな。さあ、うん、家が来る前にあれだね、家が来る前に勝負かけといた方が今のはよかったかな。うん、カフェテリアでバンディット勝負とかが良かったかもしれないな。ランクでトゥイッチショットガン持ってくるのとこですかね。ジルジを楽しんでますね。やっぱああいう時ゴーフラグが欲しいなとか思っちゃうんだよな。ワールドアクルズカブトロケーションのパパアーマーが消えた。アーマーパイプ。あとはもう、カフェ側じゃなくて逆はどこなんだっけ。ああ、もう一回中腰。そっちが目線離れた隙にカフェにスタン投げて援護してあげるとか。あ、エンジン閉めてない、エンジン閉めない、間に合うかな。存在感で立ち位置的にはアレックすげえ良かったけど、悪口言うとただ突っ立ってるだけでも取れるから。こう言っちゃうんだけど。さあ、アリア、アリアバルト。さあ、誰か起こしたら聞こえる。無理だな、チェキテルは4回かけた。めっちゃ当たってる。若干広いですね。あー、ジャックス落ちてる。広く守る。あー、ここか。こう、二人は。ドラマだな。なんか逃げる。どこだ。敵三回。ボルさんも一応。これで裏取れないですからね。あら、シオさん止められてる。あ、カプター今カズの前。カズの前通過。マジかよ。もう腹立つわ。地下っすわ。捨ててましたわ。お。睨み合い。ああ、もう腹立つ。死だ。あっ、そう。ああ、ああ、ボーンが落ちた。うわ、きつい。アリア、そっち行ってると中がもう開いてるぞ。中が開いてる。Attackers recovered the bomb defuser.来た感染者見てくださってる方が 3,4 人いるんだよな。マジで。うん、誰かな。ありがたい話だね。